この銀座という地名は慶長17年徳川家康が銀座と呼ばれます銀貨のお役所を現在の銀座2丁目あたりに設けたのが始まりです。銀貨のお役所があった町がこのような華やかな町へと変わりましたのは明治になってからのことでした。明治11年、政府が日本で初めての西洋風の町並みを作ろうとイギリスの設計技師に設計を依頼して作らせた町というのがこの今走っております銀座通りの始まりだったということです。今はご覧のようにですね、ビルばかりとなりました銀座通りですが、一番最初にイギリスの設計技師によって作られた街というのは赤レンガの2階建ての洋館がこの両側にはずらっと並んでいたということで、とても素敵な西洋風の街だったということです。資生堂パーラーなどもですね、今右手角ですね、見えておりますオレンジ色の建物ですね、資生堂の建物となります。銀座7丁目まで進んでまいりまして、この先がもう8丁目になります。ここで銀座通りともお別れとなります。